しくなっているという状況はございます。首都圏を中心に感染者数が増加の一途をたどる中、緊急事態宣言の発令はあるのか。その目安について官邸関係者は、経路不明の感染者の増加が倍々に伸び、一気に3桁になった場合。